葵です。はるかです。かなへいです。じゅなんです。かずへいです。はらちゃんです。りあんです。かいりです。はい、港区女子運動会後半戦始まりました。いやね、もう白熱した戦いなんで、まだ前編見てないよって方は見てください。はい、はい、ただいまの得点は赤130キロポン、110キロポーン。接戦ですね。すごいいい戦いでございます。いや、あんだけね、前半で勝ち進んでたからリレーが、ね、こんなに追いつけるとは思わないですよ。ね、何が起こるかこの後わからないので、はい、頑張っていきましょう皆さん。はい、はい、港区といえばね、この何も入らない小さいバッグをみんな港区女子というものはみんな持ってますよね。リップぐらいしかね、入れないですからね。スマホも入らないぐらいの高級バッグを今日は何するんですか？砲丸投げいたします。バッグさん申し訳ございませんが、踏まわしていこうと思います。はい、ね、伸ばした状態でみんなこうやって砲丸投げのようにうわーって一番飛んだ人がキロポンめっちゃもらえるんですよね。これも上位4名がギロッポンもらえるということで、はい、またこれ総勝ちできる可能性があります。これですね。はい、それではまた赤と白で先行攻撃を決めたいと思います。はい、ちょっと、はい、
頑張ります。頑張って頑張って頑張ります。はい、いきます。パッとは言うのでございます。綱引き
くね、やっぱ小学校の頃とか学生時代に部活やりましたよね。小学生ぶり、だから5年ぶりぐらいかな。去年ぶりくらい。はい、なんですけれども、ルールはね、この白のラインを超えるまで、おーっていう。どうなの、やったことないじゃん、こちら。ないよね、力の加減。さあってどれぐらいあるんだろう。でも力強そう。強そう、強そう、水の。そして現在赤組200
出てみたい。なんか一見さ、ふわふわした性格の、あ、確かにさ、赤髪なのに、マジ力を押す押す。はい、最後の競技は失策権リレーでーす。はい、最後にこのゲストが登場しております。勝利チームには100イジギロッポン。犬だから、犬だから、あ、100イジギロッポンです。なるほど。なので今のところ赤組が290ギロッポン、白組190ギロッポンということで、俺勝てば、あ、そういうことか、100イジギロッポン、はい、勝敗は決まるということでございます。めちゃめちゃリードしてインコース入ってた。
き出すことも大人になってなかなかないですすごい感じあのリオンがリオンあの隣の宿舎のところに入ってきて犬が空飛んでた本気だったらおっさんも本気だったらこんなもん足痛いっすねでもね痛いですねいや今の違いますよね教えてください何やろみんな気づいてたよねリアのこと、ね、みんな巻き戻してもらって見てもらったら分かるんですけれどもねえまあ、私は大人なんで。まあね、最後、ね、なんかちょっとゆっくり走ってあげる。コメント、高評価、いいね、メールとチャンネル登録お願いします。